いやーちょっと、はい、緊急事態やわ。緊急事態、あーかなりやばいな。そんな感じですか。うん、かなりやばい、だいぶやばいぞこれは。ほんまに最近ニュース見てますか。ニュース、最近のニュース、あなたも、まあ、ね、あんまりもうニュースも見なくなったでしょうか。関係ないよ、これが見るの。そんなもん。ちょっとなべちゃん、あのニュースちょっと読んであげて。うん、ファスト映画で全国初の逮捕者、著作権違反容疑で逮捕という、はい、あったね。ちょっとまあ要約してちょっと記事を、はい、うん、1本の映画を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かすファスト映画と呼ばれる違法な動画を、投稿サイト、まあ、YouTube ですね、うん、に公開したとして、うん、男女3人を著作権法違反の疑いで逮捕しました、うん、という。これな、関松さんがやばい。いやいやいや、俺らでしょ、やばいとしたら。関松さんがだいぶやばい、これは。いやいや、俺らが。イテウォンクラスっていうのは、まあ、その、言ったら、まあ、簡単に言ったら、復讐劇みたいなことなんだけど。ほう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 。どういう復讐劇なんですか、それは。んだからその。いや、んだからそのとかじゃなくて、どういう復讐劇か、はっきり。じゃあ、分かった。敵は、もうその財閥のやつよ。ああああ、ほんまにこんなもん時間の問題やぞ。あの人が捕まんのかわいそすぎるから。そんなもん、何が何が、俺らが無理やり言わしてみたいなとこあったやんか、それは。いやいやいや、でも言ったのは誰ですかってなったら関町さんやけど。え、どうなん、でもあれはもうまずいんか、さすがにやっぱり。これはもうファスト映画、史上、最も凶悪とされてる。そう、重罪やん。え、いくらですか、被害額みたいな。被害の総額は956億円。6億よね。そうよ、956億円の被害額が、関松さんに、行っちゃうってことですよ。全部言うたわけ。あれに関してだけじゃないですか。あのうち、だから400億ぐらいは、多分関松さんがしょわなあかん可能性は。そんなあれですか、うん、そんな重いですか、あの人。何がですか。いやいや、俺らが危ないかなとは思ってます。いやいや、俺らのところにも多分連絡は来ると思う。多分うちにも、警察から。やば。でもその場合、もうすぐに、関町を差し出します。こいつが勝手にやろうと言い出してて、はい、は俺は知らんもんだって。ほんまに、うん、なんかペラペラ言ってはったの言ってはった、うんうん、そうそうそう。ほんまに饒舌に途中からはさ楽しそうやったな、喋ってた。ちなみにこの捕まった男女3人が、うん、ファースト映画の動画を投稿して始めたのが、うん、去年の春頃なんですよ。あー、ちょうどリンクするね。で、関町劇場を始めたのが、うん、去年の5月の23日。はいはい、全く関町ファスト映画劇場ね。を始めたのが5月の23日。うわぁ、もう、多分あれじゃない、その、共犯やと思われる。こいつも。その、犯人グループの一味やと思われてると思う。もしかしたら。これ今現在動画はまだ上げてある。上げてる。だってうちの動画やから、それは。勝手に喋ってんの、あの人。止めたったらいいや。うちの動画、いやいやいや、そんなもん、だって、なんか、こっちがそれ次、なんか隠蔽というか、ああいうの、なんていうの、まあ、幇助。幇助か。幇助か。飲酒運転とかもしたもんね。そうそうそう、幇助の疑いがうちにかかるのは良くない。ってなると、もうそれはあの人にちゃんと罪を償ってもらわないといけないのよ。はいはいはい、まあまあ、なんかぼんやり正しいんかなって気になって。ぼんやりな。いやいや、俺らは正義やから。で、これ警察からやっぱ電話行くと思うねんか。で、多分急にほんまにかかってきたりとかしたら、うん、結構テンパると思うねんな。いや、そうでしょ。しどろもどろになって、本当はなんかやってないこととかも、なんかこうテンパって、その心証悪くしちゃう可能性もあるやん。はいはい、向こうに。そうやな、だって言っちゃう癖ある人やねんもんな。そう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 、そうよ。そういうところが災いしてんねんな。災いしてるわけだ。とりあえず、一発、その警察のふりをしまして、電話します。怖っ。関松さんに。怖っ。で、やっぱ予行演習というか、しといてもらった方がええんちゃうかなっていう。もう警察という程度というかね。うん、そう。ほんで、まあ多分来たるべき、本当にかかってきた時に、一回これがあったから、はいはいはい、あの、割と冷静に対応できたっていう。準備させてあげるってこと。そう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 。うん。それ、幇助ならへんか。何が幇助じゃないか。それは、幇助
じゃなくて、構成の促すよ、それは、うん、ということでドキッとするやろな。まあ、電話しますか、うん、一応、うんうん、どうします、品川警察どこういうの何なんだいたい、警視庁管轄の時代の、うん、そうか、あの人どこ住んでんの、あの人は恵比寿や、あ、そうそう、うん、そう渋谷警察か、うん、渋谷警察署の、名前どうします、担当一ノ瀬使い勝手よね、ちゃうぞ一ノ瀬が、一ノ瀬しとこうか、うん、渋谷警察の、何かこれは、なんなのあれは、うん、刑事課、サイバー犯罪捜査係な、あー、ね、嘘みたいな、リサルみたいな、電話は別の電話ですもんね、うん、別の電話ね、だから、なべちゃんの、はい、うん、携帯あ、どういう反応すんのやろな、な、俺に言われてもって言うんじゃない、さすがに、いや、ほんまリアルに、でもどこまで信じるかもあるから な、リアルにどうすんのやろなっていう、ニュース見てビビってる可能性もある、そうやねんな、そうやねん、だからこうし、知らん番号からもう取らへん可能性もあるもしかしたら音も入るあ、かかりました、知らん番号ですからね、はい、あ、もしもし、はい、渋谷警察署の者ですけども、はいはい、あの渋谷警察のはい、サイバー犯罪課の一ノ瀬と申します、ですね、関町さんの携帯でよろしかったでしょうか。あ、そうです、はい、はい、ですね、はい、まあニュースとか見られてるとは思うんですけども、はい、ファスト映画の、事件知ってますかね。あ、はいあ、ちょっとわかんないです、すいません、ちょっとファスト映画の事件知ってますか。10分ぐらいの、動画を、まあ、ネタバレ込みで、流して、それが、被害額が、950億円相当に上ってるんです、はい、でそれをやってた一味が、捕まったニュースご存知ですよね。はい、あなた同じようなことやってますよね。いやーいやそれはでも動画とかは使ってないんで、静止画とか、はい、なんで、いや、あれって多分動画とか使ってる人ですよね。あ、でもあなた去年の5月ですかね、はい、なんか芸人さんのなんか YouTube で言ってましたよね。いや、あれだから僕一方的にかかってきてて、でも内容を喋ったのは、はい、あなたですよね。あれ、あ、違います。あ、違いますよ、あの渋谷警察です。お前、声震えてるで。すいません、ね、なんかさらば青春の光さんのなんか YouTube であなたね、イテオンクラスの一部始終喋ってましたよね。喋らされたかどうかは知らないですけど、あなたの声で喋りましたよねって言ってるんですよ。いや、俺の声で喋ってる、別に載せたのは俺じゃないか、さらば側なんだよ。全部ネタバレも全部ありましたよね。ネタバレって俺はでもずっとあくまで言いたくないって言ってたんだ。いや、でもそれは言いたくないと言っても最終的には言っちゃったんですよね。しぶしぶね、言ったよ、それは。はい、逮捕です。何なんだよ。著作権法違反で、マック食べてたんだ俺。著作権法違反で、逮捕になります。はい、何を言ってんの。イテオンクラスですよね、あなたがやったのは。イテオンクラス、はい。その後愛の不時着もやってますよね。やりま
したよねっていうか、その言わされたっていうか、おい、てめえ認めろよ、てめえやったんだろ、おい上がってんだ、こっちは。おい、やめろ、おい、二宮、やめろ。あ言ったんだろ、おめえ自分で言ったこと認めないのか、おい。あとまあまあその件もそうなんですけども、あの自分たちのチャンネルでもあなた方犯罪やられてますよね。それはちゃんと気をつけてるから。蒲田のなんか町ブラみたいなのやられてますよね。そう、相方の地元は蒲田だから、はい、あれ撮影許可って取ってます？いや、撮影許可は取ってないけど。あ、逮捕ですね。まずいな。何の罪なんですか？あの、ダメなんですよ。許可なく、その道路で撮影とかダメなんです。はい。いや、それ、で、なんだよ、それ。ネタ上がってんだよ、こっちは。おい、おとなしく認めろ、ボケ。二宮、やめろ。ねすいません、ちょっと部下が気性の荒めの気性荒めの部下がいまして、すいません。今の時代ダメですで、なんかいろんななんかお店とかも入ってね。いや、それはもう許可ちゃんと取ってます。それこそちゃんとこれ写していいですかって言ったとこしか。でもなんかレジとかになんかあれですよね、シール貼ったりとかしてますよね。いや、それはだから向こう、これ器物損壊ですよ、これ器物、これ器物損壊だよな。当たり前だろ、お前。お前、勝手にシール貼っていいのか、おい。やめとけ、やめとけ。お前、剥がすぞ、お前。すいません、すいません、ちょっと。なんか変だろ、関松さん。てってれー。何ドッキリでしたー。いやいや、じゃ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 、ほっとしてあるわ、はい、いや、まあ分かってるから。焦ったと思うんですけど。いや、最初は本当ちょっと焦った。焦るわな。え、その事件知ってました？ファースト映画のやつ。知ってた、ビクビクしてた。あ、してたん、やっぱり。一見知らんふりしましたよね。なんでかけたかっていうと、多分本当に警察からは電話かかってくると思うんです。テンパらないための一応予行練習というかしといた方がいいなと思って、うん、はい。いつどうだったの、そんでじゃあ。いや、うーん、まあでもちょっと、あ、なんかしどろもどろ感はあったなっていう感じもあるし、あとは警察やって分かってからの態度もあんま良くはなかったっすね。うん、いや、だってよくわかんないかだったじゃん。なんでよくわかんないか。え、何が裁判犯罪かですよ。あれは。なんだよ、その嘘みたいな。いやいや、あるんすよ。あるんすよ。刑事の下っ端のあれは何だったの？何がだから、ああいうやつが渋谷警察署にはいるよってことですよ。サイバー課にあんな昔方いるやつ。あそこいじれないね。確かに。なので、うん、いや、単純にちょっとごめん、本当にあれ大丈夫なのか。あ、マジでビビってる。しかもあなたの場合、これ事件は映画なんですよ、ね、でもあなたの場合これネットフリックスドラマなんですよね。もっと膨大な時間の分あなたファースト映画してもうてるんで。はい、そうだね、うん、多分1200億ぐらいはいけつないよな、言ってると思うんです、うん、ちょっとこれだ、うん、いや本当にさ、ちょっともうちょっと経ってからにしない、この企画。今じゃない。どうなるか分からへんから。逆にさ、その知らしちゃうことになる。そうですね。え、何がですか。いや、ここやってたって今バレてなかっただけなの。ちょっと待って、あ、隠蔽？罪の意識あるね、もう。いや、隠蔽やな、これ。すいません、もう本当に、僕らこういうのって結構耐えれないんですよ。こう、
こういう犯罪に加担することがやっぱりちょっと僕ら耐えれないので、この音声ごと、もう警察に渡しますんで。ふざけんな。サイバー犯罪課の方にそのまま。何ですか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 、ちょっとおかしい、いろんな企画やっておかしくなって一回落ち着けて、もしあれやったらもう本当に入って出てきたら悪いようにはしないんで、うちも、うん、何年か入るもんね。そうですね、出てきたら本当にそれなりの地位は保証するんで、本当に。いや、まあ、何ですか、ヤクザ映画、例えば、例えば、例えば、何ですか、余罪は大丈夫ですか、余罪は。いや、余罪はないよ、イテウォンで何か稼いだりとかっていうのはないですか。いや、来ねえよ、もうちょっと来るかなと思ったら。でも、熱帯魚配信の時とか、もうイテウォンの話、ちょっとしてたりしましたよね。いや、それはだから普通に面白いんで見てください皆さんっていうだけ。うわー怖いな、本当に感動したっていう内容は一切言ってない。怖いっすね、その人たちがさらにこのね、うん、流れてきたら、うん、もう面白いっていうネタバレしてもうてるもんね。じゃあもうリリコとか全員使う。じゃあ気ぃつけてください、本当に。はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。はい、はい、お疲れでした。お疲れでした。はい、お疲れ。いやビビってたね、だいぶ動揺してたね。あんねんな、バレーニュース見てやばいと思ってたよ。俺らより思ってた。え、マジで連絡来たらどうする。ほんまにほんまにどうする。どうする。ほんまに来たなんかあんだけビビってんのさ、なんか怖なってきたよ。